はい、じゃあ始めます。はい、どうも。はい、お願いします。はい。じゃあ今日は、七角詩というお話をさせていただきます。まあ、初めて聞くね、言葉かもしれませんが、言葉変えますと、七角詩とは八正道と全くイコールであります。仏教では本当の幸せになるには八正道の実践が欠かせません。この八正道の実践を完了したときに我々は究極の悟りを開くことができると。で、この八正道がね、まあ修行の、まあ、オーソドックスな教えなんですけども、お釈迦様はですね、これをですね、視点を変えて八正道をですね、いろんな方向から、視点から教えておられます。その一つが、七角詩という教えでございます。これはどういう教えかと言いますと、七つの悟りの構成部分。悟りを開くには、七つのですね、核はこれ悟り。詩はこれですね、部分とか構成要素という意味です。七つのものをね、揃えたときに悟りを開くことができると。これを七角詩と言いますね。まあこれはあの、玄奘三蔵の翻訳で、少し古い翻訳ではですね、熊羅什なんかが翻訳したのは、七傍題文とも言いますね。七つの菩提。菩提とはこれは知恵のことであり、悟りと同じ意味です。菩提とは書く悟り。我々が悟りを開くには、七つの構成要素。七つの構成要素をですね、文はこれは部分の文で、これも、構成要素ですね。だから我々が日々努力すべき内容はですね、今日のこの七角詩。この七つをですね、揃えていく。それによって究極の悟りまで進めるというのを、七角詩、あるいは七傍題文と申します。で、これまた順番がついてましてですね、これはまた修行の段階でもあります。特に、1と2はですね、とても大事。いつも戻らねばならないのは、1と2であります。念隠し、弱法隠し、精進隠し、気隠し、凶安隠し、情隠し、舎隠し、この七つでございます。で、これはね、まあ、浄土仏教、ね、まあ、日本の仏教の中ではね、まあ、有名なお経が、この大無量寿経というお経、あるいは阿弥陀経というお経がございますけどね、法然上人が真実のお経だと断言されたのが、この大無量寿経、阿弥陀経、あともう一つ、観無量寿経がございます。で、親鸞という人はですね、今言った3つの中でも特に大無量寿経こそが真実だと、こう断言したのが親鸞という方でございますけどね。その大無量寿経には、ね、七角詩とおっしゃってる。また有名な阿弥陀経にはね、七傍題文とおっしゃってね、この極楽浄土のね、説法では、七傍題文の説法をする。八正道の説法をしていると。まあそういう、鳥がね、阿弥陀仏の化身である鳥が説法をしている内容としてね、紹介されています。だからこの今日の内容はですね、まず七角詩の内容は、すべての仏教において根底にある、最も大切な教えであると。いうことをまずね、知っておいていただきたいと思います。で、日々の生活において、この七つをですね、揃えていくということも、心がけていただきたいと思います。で、これをですね、ちょっと難しく、これちょっと難しいんでね、ちょっと優しい、砕いた言い方で昔からこういうふうにね、言われるそうですね。この七つの山にこれを例えるんです。七つの山。涅槃には七つの山を越えていくと、こういう札をするんですね。一応仏教を求める目的は、最終目標は涅槃に到達する。これが仏教の
究極の目的でございます。ネアンとはですね、苦しみが滅した世界、ネアンとはニルバーナーと言いまして、苦しみが滅した世界をネアンと申します。まあ知恵を体得したならば、悟りを開いたらネアンに到達できる。でここまで行くにはね、まあ、ただではいけない、ね、7つの山を越えていく必要があるんだということで、この七角章ですね、7つの山にまた例えて、教えられることが仏教ではございます。まあこれ難しい言葉なんでね、まず優しい言葉から、優しい、噛み砕いた日本語でこれをね言いますと、年覚詞とは気づきの山、弱法覚詞とは深い理解の山、精進覚詞とは努力の山、喜覚詞とは喜びの山、教安覚詞とは楽ちんの山、上覚詞とは集中力の山、シャー覚詞とは執着を捨てた山と、こういうね下の言葉で理解したら、初めて聞く方はですね分かりやすいかなと思います。まず順番にね、説明していきます。この七覚詞の中で一番基本となるのが年覚詞の教え、これは八正道で言いますと正念という教えね。この悟りでとても大事なのはね、この正念とね、あと最後正定と言いますけどね、この正念と正定によって最後涅槃に到達するんですけどね、この正念という言葉、これとても大事な概念ですから、なんと日本語にもね割と染み込んでるんですね。皆さんでもね、仏語と知らずにね使うことがあると思います。今ならばね、緊急事態宣言ですからね、ここが正念場ですとよくね政治家も語ってますわね。今この時が大事だということでしょうね。正念場、まさにお釈迦様が悟りを開くにとても大事な年覚詞のことを実は正念場の正念でおっしゃるんです、ね、念という言葉ですね、これまたね日本語にいっぱいあるんですけどね、まず正しい意味を申し上げます。この念という言葉の語源はですね、あのインドの言葉で、まあ、サティという言葉があるんですよね。サティ、まあ、言葉はどうでもいいですけどね、サティという言葉がありまして、パーリ語ではサティ、これをですね英語で翻訳したときにマインドフルネスというふうにこの念を翻訳しました。最近流行りのこのマインドフルネスを実践すればね、副作用ゼロでお金一切かからずにね、ストレス解消ができるというね非常に有効な、このまあ教えというか方法が今ね、世界中で今流行になってますけどね、元は仏教の教え、今はあれ、宗教色を取り除いてね、行われてますけど、本来は仏教の我々が悟りを開く幸せになるね一番根本の教えがマインドフルネスなんですね。これが出発点なんです。これをまあ気づきとこうあえて訳します。まあ気づきでもね、日本の気づきとちょっとねまあ違う感じがするんですけどね、まあ一応うまい訳が見当たらないんで気づき、昔の人は中国語では念と訳しました。でもねこの漢字を見たらわかる、今の心なんです。今つまりね、今の瞬間瞬間のね体と感覚と心と法ダルマ真理、これにね気づいていくのが、これに心を寄せていくのが、年覚詞の修行なんです。分かりやすく言ったらね、今を大切に生きる、仏教ではね時間といってもね、もう今しかないと教えるんですね。もう過去は過ぎ去ったもの、未来はまだ来ていない、もう今しかない、この今を大切に生きる、まさに今の心なんですね。今の瞬間瞬間のね、体の動き、ね、体に気づいていく、
そして十、これ感覚ね。今が苦しいとか楽しいとか、あるいは、どちらでもないとかね、あるいはこの喜びとか憂いとかね、いろんな感情が出てくるけども、それをねそのままね、認めていくんですね。気づいていくんです。それにとらわれない。でこの体に気をつけ、感覚、まず体を見ていくことによってですね、心が見れるようになるんです。初めからねこの心の動きはねなかなか見れない。まあ、心が相当見えたらね、幸せになれるんです。これ煩悩でもね、仏教ではね、煩悩をなくす方法はね、煩悩に気づけばいいんです。怒ってるならばね、怒ってると気づいたらね、怒りはね手放せるんですね。瞬間で終わるんです。嫉妬でもね、私は嫉妬しているなとね気づいたら、嫉妬はそれで終わりです。まあ心というものに気づいていく、気づいたら煩悩はねなぜか減っていくんです。まあ、仏教でこれ観察言いますけどね、観察ね、この観察、洞察していく、心の動きをね見つめていくことが習慣としてできたら、相当ね生き方変わります。まずは、ね、でも初めから心は見れないんでね、で心が見えるようになってね、法、真理、法というものの発見ができるんです。だからお釈迦様は順番にね、一応この少年の対象、気づきの対象をお経には真珠、信法とおっしゃってね、4つを対象に、つまり私自身です。この私を知ることによって大宇宙の真理を実は知るんです。仏教ではね、いつも自分から始めるんです。私というものをお釈迦様はね完全に知られて、大宇宙の真理も発見された。仏教ではね、私を抜きにしてね人を知るなんてできないんです。自分を知ることから始める。自分を知ることから本当の幸せがスタートするんです。順番はまずね、体の動きとか、あるいはこれ呼吸法もありますけどね、この体というものを見つめていく、気づいていく、体の動きですよね、あるいは呼吸など、あるいはそので体感覚で、これができるとね、次心もね見えやすくなる。で心がよく見えるようになると、法というもの、真理もね発見しやすくなるんです。で最終的にはですね、この真理の発見、我々が涅槃に至るにはですね、この3つの真理を発見することが大事なんです。まあ、有名な言葉ね、諸行無常、一切皆空、もしくは一切行空、諸法無我というね有名な真理がお経にありますけどね、これを発見するね、童貞として面覚士、弱王覚士、特にこの2つがとても大事になってきます。私のこの体自身がこの3つの真理が実は発見できるご縁になるんです。これ現象そのもの、心もね、物も心も大宇宙全てですね、諸行は無常、瞬間瞬間消滅変化している。またね、本質は苦しみ、どっかといってね、本質はみんな苦しみなんだと。もし苦しみがわからなければね、虚しい、あるいは不満、何やってもね、どんなにお金いてもね、どんな刺激があってもね、虚しいです。不満が残ります。これも仏教で苦という言葉で収めるんですね。これだけ聞いたらね、わしは結構楽しい場合という人いますけどね、本質を見たら存在そのものが実は苦しみなんです。苦しみないとしてもね、不満があるはずです。虚しさがあるはずですね。それ含めて仏教では一切は苦なり、人生は苦なりとお釈迦様はおっしゃった。一切皆空ですね。また無我と言いまして、固定不変なものは何一つない。私も物もありとあらゆるものは実体というものがない。固定不変なね、本体、他の影響を受けずにね、独立して存在する心も物も何一つないんだと。これ今の科学でもね、ぴったりきますけど、実体というものがない。これをね、自分を通して発見していくと。これを最終的にはね、発見して我々は悟りを開くんだと教えられます。で一応順番としてはね、体から、
だから禅宗なんかではね、こんなこと言いますよね。いいなと思ったのはね、禅宗ではね、聴心、聴足、聴心といってね、まず心をね、まず体を整えるんですね、聴心。そうするとね、次ね、息を整えるんです。で、最後ね、心を整えるらしいですね。これ禅宗の言葉ですけど。まず体を整えて、次に息を整えて、次に心を整えると。こういうことをね、禅宗では言うそうですね。やっぱり順番があるんですわ。体、息、心。やっぱり心を整えることによってね、心が穏やかになってね、まあ、最後、上覚士、下覚士があるんですけどね、悟り百人はね、やっぱ穏やかな心が大事なんです。で、その、励み、その過程としてね、まず体を整える。だからね、背筋は伸ばした方がいいんです。お経で唯一ね、体のことを言っている言葉はね、背筋だけだそうですわ。あとはそんなね、正座しなさいとかね、結果不座なんかね、まあできなくてもいいんですわ。やった方が背筋がしっかり伸びてね、精神統一がよりやりやすくなるから結果不座というね、ちょっと特殊な座り方しますけどね。でも最低限私たちもね、この腰を曲げてダラーンとしとったんではね、心ね、しっかり整わないそうですね。ただ背筋だけはね、伸ばして、ね、話をするとか、聞くとかね。私も心開けたいと思いますけどね。それがやっぱり大事だそうです。お経にはここだけが書いてあるそうです。聴心ね。まず体を整える。そして次ね、息を整える。これもね、息を整える。呼吸法というのがお経にはあるんですけどね。これをやることによって、ね、心の安定。この後のね、修行が、たやすくなるので、呼吸法という修行も仏教では教えられています。そうすると、心も安定してくる。まず体を整え、呼吸を整え。すると、心も整えて、よりね、この、より、ね、落ち着いた穏やかな心になっていくんだと。まあ、この、心中心法という教え、これをベースにして、このね、聴心、聴足、聴心というね、体、息、心を整えていくという、こういう教えもね、生まれたんだと思われます。で、これ今から7つ説明しますけどね、いつもここに戻るんですね。今ならば、話をしっかり聞くとかね、メモをするとか、今、やるべきことにね、心を集中させて、何かやりながらね、過去のことを思い出したりとか、何かしながら、私たちは未来にポーンと心が飛んでしまうんですけどね。まあ、それを常に反省して、常に私たちは、今やるべきことに心を集中させていく。これは、日常生活でも、いつでもどこでもできたら24時間。まあ、ちょっと無理ですけど。できれば、それをすることによって、この修行が進む。幸せの道へと進むことができると説かれたのが、最初の念隠しであります。これが一番最初に来ますね。で、次にですね、心がけることがですね、次、ちょっと難しいですけども、弱法隠しと言われます。弱法隠し。漢字は難しいですけどね。内容はそんなに難しくないと思います。法を選ぶ。法を選ぶ。深い理解の山と、こう説明します。まあ、意味はですね、法の吟味。法というもの、これ真理ですよね。真理。真理をね、選び取っていく。ちょっと幅があるんですけどね。悪を捨てて、善を選んでいく。仏教にはもう深い深い真理がありますね。それをしっかりね、理解することによって、ね、幸せになっていく。やはりですね、この仏教の深い理解がね、やっぱり大事なんですね。幸せになるには。当たり前なんですけどね。それを、法を選ぶ。この弱はね、選択の択です。ね。善と悪があったらね、悪いものを選び捨てて、良いものを選び取るとか。今、まあ、教えをね、吟味していく。この弱を隠し、これができると、ね、少子、少語、少語といってね、良い思い、正しい周囲ができて、正しい言葉が使えて、正しい行いができると。こう教えるんですね。最初申しましたように、七隠しは八正道と全くイコールです。ただ視点が違うんですけどね。
我々がこの正しい、年少年少女まで行くにはね、まずね、少子少女少女、これがいかにできるかなんですね。少子とはこれは少子位と言いまして、正しい思い、正しい思い、むさぼらない、怒らない、ね、思いやりの気持ちを持つ、また人を傷つけないというね、正しい思いを持つ。そして正語、正しい言葉を使う、ね、慈愛の言葉、愛語、優しい言葉を使う、悪口を言わない、ね、噂話をしない、ね、嘘をつかない、ね、人を引き裂くようなね、そういう両舌、二枚舌も使わないとかね、正しい言葉を使う。そして体では消防と言いまして、まあ殺さない、盗まない、ね、不倫をしないというね、大きく3つありますけどね、消防、正しい行い、心と口と体をね、正しい真理にかなった行いにしていくと、この善ができればできるほどよりね、物事が客観視できるようになって悟りを開きやすくなると教えるんですね。だからやっぱり善の実践はどうしても必要なんです。実際この世で幸せになるにはね、やっぱり善の実践で、皆様ある程度今ね幸せなんですよね。じゃあ勉強も頑張ったから大学も行ったこともありますしね。でもある悪いことしとったでやっぱりね、お金も入らないしね、苦しみに満ちてしまいますから、やはり釈放を隠しね、悪を捨てて善を選んでいく、ね、これが大事でございます。だから少子少女少女、これを ね実践するためにも弱を隠しが必要なんですよと。で、まあ、浄土仏教なんかではね、まあ、特に浄土真宗なんかではね、やっぱり聴聞を滑るんですね。聴聞、もしこういう言葉知らん人にはね、教えを理解しましょうと、まあ、こういう講演会ですよね。こういう教えをしっかり聴聞してもらうと、これがそのままね、今ならば念隠しであり弱を隠しに当たります。今に心を寄せて、そして法を深く理解する、これがとても、特に1と2がとても大事ですから。だからお釈迦様のね、当時でもね、この一般在家でもね、そういう瞑想が十分できない方でも、この教えを深く理解する、これだけで夜化という悟りをね開いたという記録がたくさん残っております。だからこのね、2番目の弱を隠しは、私は聴聞と、こういうふうに置き換えてもいいと思いますね。あるいはしっかり今でもフェイスブックを読むとかね、そういう教えの本をね、読むとか、あるいは YouTube を見たり聞いたりするのもいいと思います。もう教えの理解がね、悟りに大きく、ね、直結していくと、こう思われていいと思います。これが2番目の、着法を隠し、法を選ぶ、法の義務ですね。深い理解の山をこの乗り越えていかねばなりませんよと。じゃあ次3番目、精進隠しいきますね。精進隠し、これはですね、精進とはこれは努力の山でございますね。精一杯進む、ね、心を清らかにして進む、これが精進の意味です。でこれはですね、何に精進するかといったら、1と2を精進するんです。常に今を大切に生きていく、ね、常にね、今を大切に気づき、ね、瞬間瞬間今やるべきことにね、全力で、取り組んでいく。そして仏教が深く理解できるようにね、悪を捨てて善を選んでいく、この2つを精進、これを精進していくんだと教えるんですね。でさらにお釈迦様はね、この精進をね、4つの方面からお経には説かれています。まあ、簡単に申し上げますとね、精進にも4つある。まずね、いまだ悪を作ってないことがあったらね、それはもうね、作らないようにしましょうと。まあ何だったら奈良屋敷にね、悪がこれからね、悪を作る可能性があるんです。それをしっかり仏教を聞いてね、そういう悪はね、やめていきましょうと。いまだ作らない悪は、作ったらね、奈良屋敷に訓示されて苦しくなるからね、
未だ作らない役はやめていく。これが一つ目の精進。そしてすでにね、作ってしまった悪は断じていく。もう過去にやってしまった悪もいっぱいあります。荒屋敷にね、いっぱい悪残っております。まあ、やがてその結果は来ますけどね。でも、仏教によってそれをね、なくすことも十分可能なんだと。懺悔滅罪といってね、過去にやったことをですね、認めて、悔いて、認め反省して、もう同じ悪を二度と作らないようにしようと。この悪と悪がいかに恐ろしいかをね、しっかり吟味、深い理解をしたならば、悪をやめようという気持ちが起きますから。深く仏教を理解して、過去にあった悪はね、これも仕方ありませんが、でもそれをね、悟り開いたらね、実はチャラにできるんです。そういう方法があるんですけどね。そういうね、道も教えてますね。すでに作った悪をね、断じていく。これが仏教なんです。過去に収まった荒屋敷の谷は普通はもうね、現れますけど。でも仏教を理解したらね、現れてもね、苦しみとならないんです。普通ならばね、悪い結果来たらね、人のせいにするんです。身から出た、錆と思えば腹が立つ。これが普通ね。仏教を理解できたらね、身から出た、錆と思えど苦にならず。身から出た、錆と思えば心をね、穏やかと。苦にならず、ね。苦にならずというね、自分の蒔いた種蒔きと認めたらね、苦しくなくなるんです。我々がね、苦しいのはね、人のせいにするから苦しいんです。仏教ではね、どんな悪い結果、ひどい結果でもね、これも自分の蒔いた種蒔きなんだなぁと認めたらね、苦しみはスーッと消えます。これ、懺悔滅罪といってね、そういう方法で悪をね、消していくんです。これが仏教のね、悪をなくしていく方法。人のせいにしない。自業自得と認める。つまり、真理をね、学ぶ。深い理解があれば、ね、苦しまなくて済むんだと。どんなひどい結果来てもね、ね、恨むことも憎むこともなくなる。これが二番目のね、既に悪を作ったものならば、それを断じていくのが二番目の精進でございます。そして、三番目がですね、未だ善をね、まだ作ってなければ、それをね、生み出していきましょうと。これ仏教ではまたね、善の行いがたくさん説かれてますから。それをね、教えてもらって、ね、まだ自分がやってない善がありますから、それをしっかりね、生み出して、良い種まきをこれからしていきましょうということで、未だ善を生み出してないものは、それを生み出していきましょうというのが三つ目の精進でございます。そして、すでにね、あなたの荒屋敷にね、善があるんです。今では皆さんね、聴聞している。必ずね、素晴らしい善語がね、ある程度あるんです。だから、今日もね、参詣されたと思いますね。そういうね、すでに荒屋敷に収まっている善をね、さらにね、力が増すように、もっともっとね、力が増える。増上。力がもっと善の力が強くなるように、この善をね、膨らませていくと。ちょうどこの悟りで言ったらね、この七つがね、ある一定の量を言うか、まあ、量はちょっと語弊ありますけどね、これが揃った時に悟りだからね、やはり善はね、増やしていく必要があるんです。なんか溜まるというのじゃないですけどね、善の力をね、増していく。これが四つ目の精進、ね。今ある皆さんの善業の力をね、もっともっとこの精進することによって、膨らませていく、増大させていくことによって、よりね、強力になっていって、やがてね、6番目で言うとね、もう見方が変わり、人格が変わるというところまで進めるんです。今の自分が、ね、いい意味で人格者、菩薩、仏の人格に変わっていく。邪見だった見方がね、正見といって物事をあるがままに見るね、そういうものの見方ができるようになって、ね、仏教で進められるね、人格者に変わりますよというのが、この特に6番目のところでね、教えられております。まあ、そういう精進を、進められています。じゃあ次、4番目、気隠しに行きますね。気隠し。これは喜びというね、心がまた仏道修行には大事ですよとおっしゃるんです。これはどういうことかと言いますとですね、喜びの山とありますがね、
皆さんがね、この念隠し、着を隠し、これを精進努力していきますとね、私も実感ございますが、ね、喜びがね、起きてくるんです。まあ、喜びはね、例えば人を見下す喜びもありますよね。美味しいものを食べたりね、この刺激を味わう、ね、お金が儲かった、そういう喜びもありますけどもね、それとはまたね、同じ喜びだけども、ね、質が違うんです。悪の喜びじゃなくてね、善の喜び。欲や怒りがなくなっていく、減っていく。まずは減っていきます。弱くなっていきます。欲や怒りが弱くなっていく。なくなる喜び、利欲。怒りがなくなり、思いやる気持ちがね、増えていくというか、強くなってくる。それによってね、喜びというものが起きてくるんです。まあ、このやっぱり、この修行にはね、やはりね、喜びが大事なんですね。まあ、これはね、このようなことでもそうですね。勉強でもね、皆様ある程度ね、勉強ね、ちょっとは好きにならないとね、あんな受験勉強できません。ね、嫌な人には、ね、喜びない人にはね、もうね、勉強なんかできないんです、仕事も。何でもね、仕事でもね、勉強でもね、喜びがあるからね、脳が活性化されてね、この継続するんですね。お釈迦様もそこはご存知でね、この修行もやっぱりね、割とちょっとね、険しい道でもあるからね、この喜びが得られるような修行方法を教えてるんです。まあ、もっと言えばね、正しく実践したらね、必ず喜びが起きるし、次、共安といってね、落ち着き、リラックスの頃もね、増してくるんです。だから、この道はね、幸せの道なんです。だからね、悟りね、開けなくてもね、十分幸せに送れるんです。これがいいところ。まあ、みんながみんなね、悟りは開けないかもしれません。仏教を聞いてね。でもね、仏教ですごいのはね、正しく実践していけば、ね、喜びが起きるし、この後、共安隠しでね、心の落ち着きやリラックスも生まれてくるんだと。で、これを原動力にして、さらにね、修行に励んで、文法修行して、悟りに近づいていくと。こういうふうにお釈迦様はね、素晴らしい道のりをね、教えておられるんです。この脳でもやっぱり脳の栄養はやっぱりね、喜びなんです。喜びね。脳はね、喜びがあったらね、いくらでもね、頑張れるんです。努力する原動力はね、喜びですよね。皆さんでもどうでしょうかね。やはりね、楽しいから、ね、喜びがあるからね、スポーツでもね、勉強でも仕事でもね、できたと思いますね。もうね、喜びなかったらね、ほんと辛いです。仕事も、勉強も、スポーツもね。私も、ささやかな人生から言えますよね。やはり喜びがあるものは頑張れたし、喜びがないものは勉強でもできなかった。修行も同じで、お釈迦様はね、ちゃんと喜びが得られるように教えておられますから。だからこれを真面目にやっていけばね、不思議ですけどもね、喜びが得られる。理屈はね、心を一つにね、集中できたらね、充実感が得られるんです。これどんなある意味くだらんことでもね、例えば洗濯物を畳むにしてもね、掃除をね、真面目にやる。これでもね、心が一つ、心身統一。これが統一できたらね、充実感という喜びがね、得られるのがね、これ心理学から言えるんです。心がね、散り乱れているからね、喜びが起きないんです。例えば、腕立て伏せでもね、腹筋でもね、心を集中してね、やったらね、喜びが起きてきます。充実感というものが。散歩でもそうですけどね、散歩でもね、最初は辛くてもね、20分ぐらいしたらね、なんか結構楽しくなるみたいですね。やっぱり心は一つに集中するし、そういう心の仕組みがあるんですね。だから心を一つに、今を大切に、理解を深め、これに頑張っていけば必ず喜びが起きると。これはいい喜びね、煩悩が減っていくというか、よく怒りがなくなる、ね、心の成長につながる喜びが起きてくるということで、お釈迦様はね、これをね、増やしていきなさいと。まあ自然にこれは出てくるもんですけどね。私もこれがあるから頑張れるかなと思います。次、さらにね、5番目は共安隠し。この喜びはね、ちょっと興奮気味の喜びですけどね、こちらはもっと落ち着いた喜びというか、楽ちんの山と書きますけどね、楽ちんの山。共安とはですね、これは心が軽くなり、心が安らかになる。これは今にね、心を集中させていくとね、
心が落ち着きが現れ、心がリラックス状態になっていくと、こう教えるんですね。これ煩悩が強く現れると重たくなって不安になります。この心がね、今に集中できたらね、一時的に煩悩が現れてない状態だからね、だから軽くなるんです。煩悩が逆まいたらね、これは重たくなって体もね、重く感じてね、気分が悪くなります。煩悩が現れてない状態に持っていったらね、肉体が辛くてもね、割とね、幸せ感じられます。やはりね、落ち着き、リラックス、これやはりね、心の衛生上も大事、ね、煩悩から離れていくにはね、幸せになるには意識してこの共安状態を作っていくのも大事なんですね。でもこれはね、これをしっかりやっていけば自然に起きてくると。一応これ順番がついてますようにね、伊達にお釈迦様ね、順番つけてないんです。ちゃんと意味があってこつけてるそうですね。特に1と2はね、とても大事だと教えますね。まあ3から5はね、6までね、これ分からなくてもいいとは言われますね。これ自然に出てくるから、これをしっかりやっていけばね、この3から7はね、もう自然についてきてるんで、最後悟りが開けると、こういうふうに教えてるそうですね。でこの共安隠しは楽ちんの山で、この状態にね、心がなったならばね、割と心がね、いつもリラックス状態、心が軽いね、安心感に満ちた状態がね、できると、この状態になればね、よりね、1と2を実践できるようになると、こう教えられるんですね。よりね、頑張れると、より修行にね、文法精進に、よりね、悟りに向かって進ませていただけますよと。で、気はちょっとね、興奮気味の喜びですよね。共安はもっとね、落ち着きのある喜びなんです。ちなみにね、仏教でね、幸福の定義をちょっと漢字四字で言ったらね、こんな風に言うそうですね。お経にね、心人安楽と。これお経の言葉でね、薬師経という経になるんですけどね、ここから日本語のね、幸福が生まれたんです。ね、楽地はね、ここから来ました。楽心なんです、本当は。体がね、体が楽だから楽地なんですね。だから、ここで心が安らか。今の安心ね。日本語では安心。今では仏教では安心と言います。心が安らかなのが幸せ。体が楽ちんなのが幸せ。仏教では幸せをね、体と心を2つの両面から教えるんです。この心人安楽。ここからね、これが仏教の幸せの定義です。だから両方は入ってますけどね。まあ、こちら、この木はちょっと体の面が現れてる感じしますけどね。ね、体と心という感じもします。まあ、ここには本当は決められないんですけどね、言えることは体も、ね、幸せ、心も幸せというね、仏教ではだから仏道修行を正しく実践していけば、ねね、体も心も喜び、ね、喜び楽ちん、心が喜びがあるから体もね、楽しみ喜びを感じるんですね。心と体はバラバラじゃありませんからね。でこのね、喜びの山、そして、楽ちんの山が得られると、ね、次の情に入ることができると。これ最後は6番目、情隠し。ここで仏教で本当の意味のね、集中力の山、集中力が生まれてくるんですよと。で、一応仏教ではね、この集中力、これ禅定とも言いますが、これやはりね、悟り開くにはね、絶対必要なんです。なぜかと言いますと、理由がありまして、それはね、この集中力が高まるとね、現象の実相、つまり無常空無我ですよね、現象の実相、この世の ねありとあらゆる現象というものは無常であり空であり無我なんですね。その現象のありのままの真実の姿が洞察、これは朗らかに見る、明らかに見るという意味ですね。道は朗らか、明らか、明らかに見ることができる。心が穏やかな状態になってこそ、物事が客観し、あるがままに物事を捉えることができるから、この集中力の高い人が悟りを開きやすくなるんだと。
こう教えるんですね。で、この、これを仏教で正乗と言いますね。正しく乗に入る。ね、あの、間違った乗はね、これ仏教で邪乗と言ってね、これはね、対象を間違っている場合はね、仏教で邪乗と言ってね、これは没頭状態、執着の状態。例えばゲームに没頭するとかね、賭け麻雀とかね、この、賭博なんかはね、集中できますけども、あれは正乗とは言わない。あれはね、執着の没頭だからね、周りが見えないんです。正乗はね、集中していても没頭していてもね、周りが見える。心が客観視できる、そういう状態の集中力なんです。だちょっと違うんです。だから正しい方向はこの4つ。他にもいくつかありますけどね。やっぱ念仏、念法、念想とかね。お釈迦様が教えられた正しい対象に対して心をですね、集中させればね、成長できるけどもね。お釈迦様が教えられないね、まあ普通が思っている煩悩なんかは大体邪情なんですね。これならば心の成長はあんまりないということでね、正しい方向に心を定めていく。で、これができた人にですね、このお経ではですね、あなたの今までの見方、ね、物の考え方、いわゆる思想が変わります。物の捉え方、いわゆる邪見が正見になっていきますね。邪見が正見、物事をあるがままに見る、これ八正道の最初にあるんですけどね、物事を正しく見る。それまではね、邪見だった。物事を自分の都合でね、自分の主観で見ていた、この邪見が、変わって、物事があるがままに見える正見に変わっていきます。そして、私もね、そうだなと思いますけど、人格がね、変わっていきます。ね、もう煩悩丸出しの私がね、そうでなくなってくると。菩薩に変わっていく。ね、凡夫を認めるからね、これではいけないということで、またね、いい意味で人格も変わっていくと、こうね、お経に説かれています。まあ、これはやっぱりね、1から5までがあるからこそこの上格子もね、生まれるんだと。で、最後の、山がシャー格子。これちょっとシャーは難しいんですけどね、これはあらゆる執着を捨てた山とこう言われましてね、この者はね、執着を捨てたという意味です。仏教ではこの苦しみの原因はね、執着なんですね。我執といって、我に対する執着と物、持ち物、物に対する執着、これを全て捨てる、この無執着こそが本当の幸せというね、そういう幸せな世界。執着を捨てた山、こうなりますとね、まず感情にね、起伏、ね、感情の揺れがなくなる。そして善悪に動じない、ね、不幸や災難でもね、これを大きくね、動転したり、ね、落ち込んだり、図に乗って調子に乗ることもなくなる。そして、物事を平等に公平に、いわゆる先入観とかね、このいわゆる偏見というものがなくなるんですね。こういう思い込みがなくなってね、物事をあるがままに、見ることができる。そういう状態で心が成長する。これがシャー隠しね。すべてを平等にね、ただ好き嫌いの感情もなくなる。物事をあるがままに見えて、生命はすべて平等であると。そういう、ね、仏様の目線に、自分もやがてなることができるんですね。で、このね、七つが、全部一通りね、ある程度以下揃ったと瞬時に悟りの世界に入ると。まあ、悟りも大きく4段階ありますけどね、まあ、これが一応揃った時に悟りの世界に入るんだというふうにお釈迦様がおっしゃってますからね。まあ具体的なこれ項目ですけどね、涅槃には7つの山を越えていくと。でもこれも決してね、苦しい辛い山ではないと。まあ、ここで私たちにとってはちょっと明かりなのはですね、この正しく仏法を求めていけば喜びの心が起きてくる。これはね、お金とかね、そういう何かお金がなくても喜べるんです。仏教ではね、外からの刺激、何か依存ですよね。我々の幸せはね、基本的には依存なんですね。
お金をもらうとかね、この五感の依存、刺激、これが我々の喜びなんだけどね、仏教の喜びはあなたの心が生み出すから、外は関係ないんです。外は関係なくて、あなたの心がけでいくらでもね、喜びが起きてくるし、共安が起きてくる。煩悩から離れていけば、煩悩をね、弱めていけば、ね、喜びが起きてくると。ここに注目してもらいたいんですね。ある意味、もともと私たちね、一応、清らかな心があると一応言ってもいいんです、仏教では。無気と言ってね。本来の私たちはね、今は煩悩にまみれてますけどね、この、ついた煩悩をね、この取っていくんです、仏教では。ね、本当の私は清らかだという言い方、することあるんですね、仏教では。で今、ね、自分じゃないものがいっぱいついてるんです。それを仏教で煩悩と言ってね、それをね、仏教によってなくしていきなさいと。こういう言い方が仏教にございますから、だから本当の自分を知る。ね、そして、無執着こそが本当の幸せと。まあ、まるで私たちと考えると逆ですけどね。我々の幸せは、おぼけ、執着。ね。執着が私たちの幸せ。喜びですけども、お釈迦様は違う。無執着こそが幸せだと。こうね、おっしゃるんですね。あ、もう一度、確認いたしますと、まずね、この七覚士ですけども、これは八正道とイコール。ね。七つの悟り。悟りを開くには7つの部分、構成要素が必要だと。大無量寿経には七覚士と説かれている。これ、現状三祖の翻訳ね。で、古い訳では七菩提分、7つの菩提、菩提とは悟りを開くには7つの部分を揃えなければならないと。これが七覚士の教え、阿弥陀経に説かれていると。で、このポイントは特に1と2が大事、ね、3から4はね、意識しなくてもねついてくると教えられますね。いつも皆さんが特に心がけていただきたいのは、念覚士と着を覚士ね、マインドフルネス、常に今のね、瞬間瞬間、今を大事にするね。我々はどうしてもね、幸せと言ったら ね今はなれない、未来幸せになれると。今は苦しくてもいいんだと。違う、仏教だ、今は幸せになるんですね。今日は幸せを味わう最高の日なんです、ね、常に今日なんですね。今は幸せ、悟ってなくてもね、幸せを感じることができるのが仏教なんです。だから今を大事にしていくね。で、瞬間瞬間マインドフルネスで気づきの山を実践していくね、体、感覚、心、法ね、常に今をね、見つめていく、今の瞬間を大事にしていく、これが、ね、いつでもどこでもね、なければならない。一応禅宗でもね、これを一応ね、教えて、24時間ね、どんなサブといってね、どんなことやっててもね、自分を見つめる修行なんだということで、教えられます。でただやってたらいいんじゃなくて、やっぱりね、教えの理解がないとね、これもできないんでね。これと同時にやっぱり着法を隠し、ね、深い理解、仏法をしっかり理解する、教えをしっかり学ぶ機会は絶対に必要だと思います。ある禅宗の坊さんがね、この6人仏教を学ばずにね、修行ね、何年やってもね、何十年やってもね、もったいなかったと言ったお坊さんいますけどね、有識をしっかり学んでやればよかったという方が、いました。教えを学ばずにね、修行してもね、空回りになるんです。で、皆さんもね、教えの理解を、ここをね、私は力入れてもいいと思うんですね。理解をしっかり深めたらね、この修行もね、やる気が出る。日常生活でね、仏法にかなった生活ができてね、喜びもあるし、ストレスもないし、落ち着き、リラックスして、この世をね、明るく強くたくましくね、私はね、仏教を求めていけばね、なれると思います。だから着を隠しもね、心を挙げてもらいたい。そうすると正しい思考、ね、正しい言葉、正しい行いもね、だんだんできるようになっていきます。で、この2つにね、精進するのが仏教だと、ね、未だ作らない悪はね、やめていく。すでに作った悪はもうね、懺悔滅罪で認めていけば、ね、減っていきますよと。
そして未だ作ってないゼンマイ、これから、ね、生み出していこうと。で、すでに作ったゼンもね、荒屋敷にありますから、これをもっともっとね、増大して、ね、ゼンを膨らませていく。そういう精進も教えられる。で、この三つが揃ったらね、気隠しで喜びが起きてきます。あれ、自分、なんか最近よく減ってきたぞとかね、怒りが減ってきたぞというね、実感が生まれるんですね。これがなぜかね、喜びなんですよ。いや、仏教を聞いたおかげやなぁと、私は実感します。気隠しが生まれてくる。で、さらに、ね、教案隠し、楽ちんの山。ね、昔はね、もう結構アップダウンがあった。だんだんそれもなくなってくる。落ち着きの頃もね、出てきたし、リラックス状態が結構保てる。ね、そうすると、この状態であればね、もっともっと仏教を実践しようというね、より精進しようという気持ちが、生まれてまいります。そしてそういうことを続けていくと上覚しね、この集中力が高まっていくと。集中力の山でね、現象の実相が洞察できるようになる。すると今までね、人を責めることが善だと思ってた、ね、でもね、仏教聞いたらね、責めたら苦しむ、悪を否定することはあなたを否定することになると分かるからね。で、今まではね、この政治家をボロクソ言ってたけどね、自分に跳ね返ることが分かるからね、政治家さんも頑張ってるなと、ね、哀れみというか慈悲の気持ちで見れるようになっていく。上から目線で否定していた自分の思考が変わってくるんです。まあ私ならばね、だからほんと幸せですよね。何かあったら人の悪口ばっかり言ってた私がだんだん変わってくる。見方が変わっていく。邪険から正見に変わっていきます。自己否定の頃がだんだん減っていくと思います、ね、ただ人格もね、だんだんね、変わっていくと思うんですよね。そして、執着がね、減っていって、最終的には執着を捨てた、ね、身になることができる。感情に、起伏なく、ね、どんなねことが起きても善悪に動じない心となっていく。物事をあるがままに見ることができる。生命は全て平等だと、ね、優越感も幸せじゃない、まあ、劣等感に陥ることもなく、優越感で浸ることもなくね、物事をあるがままに見ることができると。で、この7つをねが揃った時に瞬時に悟りの世界に入れるとおっしゃいますからね、まあ、これは明るいとしてね、ね、これをコツ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 、ね、実践していく。涅槃には昔の人は7つの山を越えていくという言い方をされたそうですけどね、これは決して苦しい苦しい辛い、まあ、辛いこともありますけども、必ずね、仏教を求めていく道は、ね、報われる苦労ですから、ね、幸せになる道ですからね、報われる苦労ですからね、やりがいは、ね、あると思います、ね、まあ、これね、皆さん人生にとても有益な、まあ、情報というか、ね、内容だと思いますから、まあ、知っておいていただければと思います。はい、じゃあ休憩を入れたいと思います。